っと無理。今回は信長の野望神聖パワーアップきっと実況していくんだぜ。前回は武田家に反対させたところまで。武田家はもう敵ではないから次の敵を見ていけねばな。関東の雄、北条家だな。今は同盟戦略で抑え込んでいるが武田家の領域をかなり荒らしているんだぜ。うちが弱体化させたのにな。こういう漁夫のりは普通にあるからな。だけど気に食わぬ。そういうことだな。西側も少し気になるところだけど。毛利家が島津家を追い込んでいるな。三好家との同盟破棄がなければいい感じになってた可能性はあるけど。たらればを語ってもしょうがないんだけどな。北条家と隣接してしまったのが悪いわけだし。それをどうこう言うのはな。そういうことになるか。西のことは諦めて東に全力を注いでいくんだぜ。早速だけど春日山城に出兵した。うまくいけば越後の城を奪えるかもだしな。北条家が戦べたであることを願うばかり。集落はきちんと救っていく。国境紛争は放置だけどな。好き勝手に暴れてればいい。抑止力にはならんか。間違いなく嫌がらせのレベルで。北条家は東北の城にも攻勢をかけてるな。かなり厄介なことになりそうな予感がするな。関東の城を攻略すれば問題とは思うけど。うまく無傷で取れれば東北攻略は楽になると思うが。そろそろ火災を決めたいけど。使えそうなのが鬼神兵法の一番優しいのか。中世一下がって部隊能力3上がるやつな。赤鬼の娘は全員鬼神兵法なんだが、みんな同じやつなんだよな。そこあたりは父親のを引き継ぐ感じなのかな。赤鬼の鬼神兵法がどんなもんかが気になるな。普通にやったら鬼神兵法はまず選択しないから。悩んだ末。少しでも部隊能力が上がれば突進兵法を取ったんだぜ。高家が使えればいらないんだけど。越後の城はなんだかんだでも持ちこたえそうな予感。北条家の腰兵糧がしんどそうだな。はるばる関東から遠征してきてればな。心得も。この厳しい状況で春日山城防衛のために部隊を派遣してくるか。先導も仕掛けてきやがるし。この戦いで武田家との戦いは終わりかもしれないから、あと少し我慢するんだぜ。北条城と与板城はまだ持ちこたえてる。攻城戦威風城ならうまくいけば柴田城まで届くかもだからな。そのためには落ちる前に春日山城を攻略せねば。ご加盟とあらば。地道な内政は継続中。国高や商用は100しか上げれない悲しさだけどな。それを地道に繰り返せばいつかは最大になるはず。まずは前哨戦。あの武田家がこの程度しか動員できんとはな。悲しいけどこれが現実なんだよな。うん、必要もなく勝利。こっちは10万超えだからな。負ける要素はないもんな。春日山城を取り囲んだんだけど、サブスクを一時解約したようで、防衛拠点化が解けていたんだぜ。さらに戦闘。3つの城で一揆が起きているんだが、嫌がらせが半端ない。約1ヶ月待ち。与板城も北条城も限界に近い状態。まだかよ。数日早かったみたい。微調整が面倒だというのに。なんとか微調整を繰り返し。工場戦準備になった。急がないと起きてしまうんだぜ。もうこれで開始だ。13万いれば十分だろ。間違えて交渉してしまった。何もいらないから交渉打ち切りで。冷やかしに来てしまって悪かったな。威風強さんだから期待はできる。神殿に引導を渡してやろうじゃないか。春日山城は何度か攻略してるけど。正直記憶に残ってないけどな。毎回それじゃん。とにかく攻めて落とすだけなんだぜ。間違いない話ではあるけど。比較的攻めやすい箇所からの攻撃な気がするしな。右側は城門へ至る道が一つしかないけどな。幸先よく部隊撃破。引きを上げたいから設備破壊もお願いしたいが。まだ300以上あるから大丈夫だと思うけど。お望み通り破壊した。これで心配はいらないか。問題はこっち側がもう城門しかないこと。牽制程度にするか、多少の被害覚悟で突撃するか。ここで終わりだし突撃かな。地を上撃破して設備破壊も急がねばな。
利家が後ろに回ってるけど支援がない。部隊の移動指示を間違えたようだな。うまくいけば柵のところで攻撃できたのに。愛戦士に逃げられた。鉄壁近での撃破が可能ならいいんだが。前に立ち塞がる者らよ。逆側では赤鬼がタンク特攻してた。少し待とうか。せめて足並みを揃えねば。愛戦士捕獲。捕まえても使えないからどうでもいいが。準備ができたから突撃。逆側からも突撃する。少しでも武田勢を気をつければだからな。これで残りは5000程度。まずは縄文破壊だな。縄文2箇所から攻撃受けてるから早くしないと。こういうところは縄文を固くしておけばまず落ちないだろうな。鉄砲やぐら立てまくりとかかな。かなり固くなるし反撃も痛いだろうしな。話してる間に縄文破壊。あとは本丸を叩けば終わりだな。新人がいるからかなり厳しいとは思うけど。逆側はなぜか守り手がいなくて破壊に成功。本丸での強撃と行こうじゃないか。六角さんが限界。次は勝栄だな。新人打ち取った。城を枕に討ち死にとは。やるな。武田家の滅亡は見たくなかったのかもな。これで武田家も終わりか。あとは北条家に滅ぼされるかもな。それを信玄は見たくなかったのかもな。討ち取ったのは勝家か。さすがだな。遠くまで届いてるけど。適当に言ってたが柴田城まで届いたか。かもしれない。ありえぬ。本当に届いてた。これはこれで嬉しいな。北条家と戦うときにかなり楽になるかも。あとは武田家の捕虜だけど。信玄を討ち取ったことだし、見逃してやるか。血気持ちは逃がさぬ。縛り上げよ。いるかどうかが怪しいが。笹のサイクラだ。あの特性大好きなんだよな。早いところ城主にして活躍させてあげたいけど。富田さんの上泉さんもいるじゃないか。これで終わりかな。みたいだな。入念に確認して。3人だけだな。全員来てくれますように。我が主のため。上泉さんはダメか。富田さんもだな。笹のサイクラだけでも十分とは言えるけど。少し残念だな。東が一段落したから三好家を叩くのもありかなと思ったけど。今後のことを考えると戦力ダウンさせたくないのでそのままにしてやったんだぜ。毛利家と戦うことはできないと思うけど。島津家を撃破して三好家と戦い始めた時が転機になるかな。その時まで三好家は放置で。次の戦いに備えて居城を東へ移動させるんだぜ。収支はかなり悪化するけど。岐阜城からでは大砲城戦の指揮は取れないからな。間違いない。すまぬ。赤鬼さんの性質が切れた。間違いなく幸さんが悪いと思うんだけどな。それなのに兵は動員できぬ。悪いが死なない程度に頑張ってくれ。北条家との停戦が終わった。ついに来たか。すでに16万ほど動員済み。そこに赤鬼も参戦すれば20万近くになるはずなんだぜ。これで北条家を粉砕してやる。関東にどでかい風を吹かせてやろうじゃないか。追加動員も忘れずに。ちょっと調整が大変だったけど。来るな。上等だ。足りない。集まってるはずだから前進してこいよ。来たな。北関東で天下分け目の戦いと行こうじゃないか。この戦いで北条家をぶっ潰してやる。鹿島神宮があるのが少し心配だが。引きで負ける可能性はあるな。どころは
兵数、部隊数で勝ってるけど質には少し不安があるんだぜ。確実にカッコ撃破だな。後ろに5万ほど控えてる状況でこちらは全力だからな。うまく戦ってうまく潰していかねば。引きがやばい。鹿島神宮があるとこうも違うか。早いところ府中城を抑えないとな。それも掌握ゼロにしてな。宇治政が撤退。東大将が早々に撤退したか。それは幸先がいい。お指図を頂戴したか。あいたつとたつは他の兵名。我が武力をな。今こそ我が戦法により小浜さんが撤退した。まさか前方か。それだとどうしようもないな。見せてやろうぞ。我が武力をもって万全の敵を打ち払わん。天勝さん撃破。右では徐々に優勢になりつつあるな。お命令を。結構危ういけどな。お指図を頂戴したく。敵軍退けたぞ。綱高勢を撃破。損害が大きすぎるか。ちょっと増えてきてる気がする。とはいえ何ともできないんだぜ。早いところ勝ちを得たいけど優勢勝利には程遠いな。ものの数ではないわ。右側は完全に勝利したけど左側の戦況が怪しいんだぜ。全体的に押せてるとは思うんだけど問題は後方待機している部隊のせいでの木口が狙えないことなんだぜ。うまい具合に邪魔されてるな。うなしげとは戦いたくないしな。あの化け物とはな。今こそ我が戦法により勝機を見出すとき。左で突破できればかなり楽になるんだけど。いざ我が部をこの戦場に連れ去る。まだ厳しいな。ウジテルを撃破して大沢さんも撃破。のきぶちをやれれば終わるか。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。打ち取れはせず今こそ我が戦法により勝機を見出すとき。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。団子状態であそこは制御不能、うん、みんなここに頑張ってもらうしかないんだぜ。の木口破壊すれば勝利があるかも。早くしろよ。あと少し。これで勝利だ。もうどっちが勝ったレベルの大損害が出ている気がするんだぜ。質の差だな。ほぼ同じ損害という。これは結構痛いな。もう一つか二つはでかいのを行きたいのに。まずは一つ目だな。いっぱい城をください。沼田城はいらぬ。もう少し南に吹いて欲しかったんだぜ。なんたることぞ。なんたることぞ。それでも大戦果なのは変わらず。無傷で関東の城を手に入れたのはでかいしな。早く城主を任命しないとだけど。その前に士官者だな。うん、ダメだな。庭お差しでは早いところ他に士官しろよな。さらに戦果を拡大すべく。子が五勝狙うんだぜ。問題は赤鬼の兵糧が残り少ないこと。小見田大襲撃を受けてな。開始時点で腰兵糧が半減してた。天野さんは後で首な。強さんは無理だと思うから中さん狙いで。なんとかならんか。いかに動くべきだ。あと2部隊。赤鬼の腰兵糧が16日分しかないんだぜ。あと1部隊。頼む、早く来てくれ。来てくれた。よし、これでもう1稼ぎと行こうじゃないか。これだけの勢力差があれば楽勝だとは思うけど。慢心せずに確実に勝利を狙っていくんだぜ。まずはここで包囲して。他は一気に前進していくんだぜ。古いところは今引っこねえ。いざ我が部をこの戦場に示さん。我が軍略今こそ披露してくれようぞ。
抜けられたけど気にしない。その身で確かめよ。突破される心配はないからな。これで宝珠勢は身動きが取れる部隊の方が少なくなった。赤鬼さんがの木口襲撃していくんだぜ。どんどん撃破していけ。打ち取りもどんどんな。なかなか打ち取れぬ。全然打ち取りで今回の打ち取り運は使い切ったのかもな。不要な打ち取りだったけどな。打ち取れぬ。これで終わりにしてくれよ。もう一つも狙うか。まだまだ優勢勝利には足りないし、3部隊ほど片付けたけど戦果はなし。運がない時なのかもな。各戦突入いつでもお待ちしております。敵軍退けたぞ。我が軍役にてこの戦決してみせ。これで勝利だな。北条勢は残り2戦程度か。全滅してもよかったかもな。打ち取りチャンスを狙ってな。戦であった。稲も誉れとせん。本気を出せばこんなもん。損害は大して変わらない気もするが、質の差なのかな。だろうな。あとは F 中さんが頑張ってくれる。そんなことが。三つだな。やはり関東平野はいい風が吹く。というわけで武田家を滅亡寸前に追い込み、北条家の本拠地にもいい風を吹かせたところで今回はここまで。ご視聴ありがとうなんだぜ。